はい、皆さんこんにちは。タクシーチャンネルのケンタです。本日はですね、こちらドンと不安、悩んだらぜひですね、この動画で、いくつかですね、もう悩みについては割と解説してきたつもりです。で、面談していても結構やっぱ悩まれてる方っていろんなことが、ありますと、多岐にわたってますっていう感じで、オーソドックスな悩みについてとか、今までこの、疑問とかこの不安に対してはこういう動画で答えてきたよってとこも含めて、ちょっとですね、7つぐらい、トップ7っていうところで悩みについて解決していただけたら嬉しいかなと思います。合わなくてもね、このこういう動画とかを通じて見つけてくれた、そんなに多くない方でしか見てないので、見つけてくれた方のためにぜひですね、現役の、私乗ってるので、そういうところで、こういった不安はこういうふうに対処するといいよとか、実際こうだよみたいなところをお伝えできたらいいなと思います。それでは本編に入っていきましょう。はい、まずトップ1ですね。なんとなくタクシー転職が不安だっていう方向けの話です。で、これは結構そのタクシーの業界って特別なんですよ。あなたが悪いわけじゃなくて、タクシーの業界が特別なので、その知識がないとどうしてもびっくりしちゃうし、不安だっていうことになっちゃうんですよ。で、主に何がっていうと、例えば2年縛りとか2種免許ですね。1種免許で運転できないから2種免許の免許が必要だとか、あとは研修時とかですね、あとお給料がとか、そういうところになってきますと。で、これが一般社会とかではまた違うので、で中東の採用が結構メインになってたりもしますと。なので、そういうところを、お伝えしなきゃいけないなっていうところで、私は結構 YouTube を始めたっていうところがあるんですよ。で、実際いい業界だし、いい仕事なんだけど、その伝わってないがゆえに、で、面接で急に2年縛りとかって言われるがゆえに、なんかびっくりしちゃうし、で、イメージも悪いし、みたいな感じになってます。で、そのあたりの、リアルな動画というのはこちらですね。この動画は多分一番伸びているというか、見ていただいている方が多いのかなと思う動画なんですが、ぜひ概要欄に貼っておきますので、このタクシー業界とか、タクシーの働き方というところで、なんとなく不安だなっていう人は、まず知識をね、ある程度知識をつけてからっていうところで、この動画をお勧めしています。概要欄ぜひ見てみてください。はい、次ですね。次2つ目は、仕事内容が不安な方へっていうところです。で、タクシーのドライバーさんって確かに、世の中こうタクシー走ってるの見えるじゃないですか。で、見えるんですけど、乗ってくるお客様としては乗れますよね。だけど、働いてみたら実際どうなんだろうとか、トイレとか休憩とかでどうやって撮ってるんだろうわかんないな、なんかどういう感じなんだ、教えてくれるのかな、俺できるのかなっていうところで、判断したい方はぜひですね、この動画を見ていただきたいんですけど、私の、その1日っていう、動画ですね。で、私が乗務している風景を、差し支えない程度に撮ってて、その雰囲気が分かればいいなぐらいの動画に作ろうと思ってました。で、そういうのを結構撮ってたので、最初のうちですね、ぜひ見ていただけたらと思います。で、これは結構料金のね、改定の値上げ前で、割とお客様は今と比べてめちゃくちゃ、その今はすごいたくさんお客さんいるから、もっと売り上げも上がると思うし、もっとその忙しくなると思うっていうところは、先に伝えておきたいなとは思ってますと。あと補足すると、この仕事って本当時間経つの早く感じるんですよ。例えばこう車に乗って仕事始めるじゃないですか。あれもう6時間経ったの、あれもう10時間経ったのっていうレベルで、この時間過ぎるのは早いです。集中しているとか、やっぱりその、楽しいとか、お客さんたくさん乗せられるとかっていう状況だと、やっぱ時間過ぎるの早いし、そうじゃなくてお客さん見つけられないな、暇だなっていう人とか、駅でつけてダメってるなみたいな人は時間遅く感じるしっていう感じになります。私はいつも出番は本当に時間早く感じてるので、そういう時間が遅いとか暇だなっていう、頭がもう使わないなっていう仕事ではなかったりするので、ぜひですね、そのあたりも覚えておいてほしいポイントなのかなと思います。はい、で、次ですね、不安なこと3つ目は、これ、道が不安ってことですね。で、私、この前の動画でも言ったのかな、道が不安イコールタクシーの仕事が不安っていう風になってほしくなくて、道とタクシーの仕事はちょっと別なんですよ、最近は特に。なので、この動画ですね、道についての動画です。で、この動画の中で語っていることは、その道は、みんな最初わかんないよっていうところもあるし、みんな通ってきた道だよっていうのもある。道だよっていうのは、その、みんな通ってきた不安、で、みんな通ってきた努力とかがあって、で、その、こういう状態になってて、都内とか見てみると、やっぱりね、すごい台数走ってるじゃないですか。で、いろんなおじさんとか、いろんな若い人とか、いろんな方が、勤務されてますよね。ああいう人たちもみんな通ってきた、同じ感じです。なので、あなたもできるかもしれないよっていうところも言ってるし、あとは、その、入職前に覚えておいた方がいいところとか、
あと地理試験についてですね、も多少こちらで語ってますので、ぜひ道について不安だよという人はこの動画ですね、あの概要欄に同じくつけておきますので、ぜひポチッとしてみてください。はい、で4つ目ですね。4つ目はタクシー会社どこに入ったらいいのか分かんないよというところです。この動画出しました。結構これもね、昔、本当に昔なんですよ、に出してる動画なんですけど、結構その見ていただいてて、割とその大事なことは詰めたなと思ってるんですけど、喋りがね、いかんせん下手でね、聞いてられないっていう感じなんですよ、今からしたら。そう、まあ、だけどそのね、こう伝えたいことはしっかり伝えられてるのかなと思います。なのでぜひですね、まあ、今と比べたらだいぶもんぎょもんぎょもんぎょとか言ってるかもしれませんが、見ていただけたらなと思います。で、会社選びについては私かなり得意な部分だったりもします。で、最近いろんな方がですね、面接行ったり、いろんな方がこう入ったり、でいろんなところにこう なんていうかこう知り合いがいたりするんですよ。なのでこの会社こうだよとか、この会社こうだよとかっていうところも分かったりします。で、うん、本当ね、そう、会社選びがすごく大事だし、この動画で一番何が推したいかって言ったら、本当に一つだけ覚えていってほしいのは、本当にこの会社選びがものすごく大事だってことです。で、会社選びが合ってるとやっぱその先に行けるし、まあ、外れてるともうそこから何も始まらないので、で、私も別に何もできませんと。だからそれ何年ために一生懸命毎日こうやって私はね、あの、出番のない日にこうやって喋ってますけど、そうなってしまった方に関しては私のところに来られてもちょっと難しいので、まあ、他の方に頼っていただくとかってなってしまうので、ぜひですね、このあたりは最初見てからですね、入ってほしいなと思います。この動画の中でやっぱり一番伝えたいとしたらこの部分ですね。この会社選びというところを間違えないように、しっかり頼るところは頼って、いい人と共に転職していった方がいいよっていうところをお話ししてますと。で、結局ね、その、まあ、よく言うブラックっていう言葉は私嫌いですけど、ブラック会社を避けるっていうのはまあ大前提で、まあそこを避けたところで、あとは自分に合ったっていうのもすごく大事なんですよ。で、いい会社なのに辞めてしまうっていう人もいて、その人は自分に合ってないから辞めてしまうし、事前にそういう説明とか、タクシー業界っていう説明がないから辞めてしまうんですよ。その辺をしっかり最初に、あの、入る前にですね、誰かから説明を受けて、で、納得した上で入って、ある程度合いそうだなっていう会社なんですよ。で、長く働いていくっていうのがすごく大事になってくるので、この辺ですね、特に最初しっかりやっていきましょう。はい、5つ目ですね。5つ目は給与体系についてです。で、給与体系は主流が AB 型で、 B 型で、 A 型とかって、まあ、C 型っていうのもなんか聞いたことはあるんですけど、ちょっと見たことないんですけどね。で、そういうのとかを説明してたりもします。こちらです。で、これもかなり古い動画で、まあ一生懸命説明はしたんですけど、私自身がね、いかんせん分かってないっていうところもあるんですよ。ただ、その私が何が伝えたいかっていうと、その全体像ですね。細かい計算式とかっていうのは本当に会社によるんですよ。会社によったり、その金額で、例えばこうガクッと差があったりもするし、13勤目の休日出勤にだけこの部率がかかるとかっていうこともあります。で、それ各社ルールが違うので、もうそれいちいち見てたらもうキリないですっていうところで、全体像が分かる。例えば AB 型賃金はこういうふうな賃金構造になってて、イメージ的にはこうだとか、 B 型賃金はこういう賃金構造になってて、イメージ的にはこうで、こういう人には向いてるよとか、で、未経験者にはどっちか向いてるよみたいなのを話したりしてますと。で、私は未経験の時はこっちで、今はこっちでみたいな話をしてるので、ぜひですね、この動画を見てみてください。給与体系とか、そのブリッツの計算とかっていうところで説明して、途中で宣伝です。タクシーの無料転職相談を概要欄、LINE から受けたまわっております。簡単な質問から、タクシー転職のこれどうなんだろうっていう不安について、一つ一つ手作業でこうやってですね、回答しています。実際にあっての転職相談も可能です。ゲンタ経由での面接、転職成功者には、現役のタクシードライバーが作った最新の営業マニュアルをお渡ししてサポートをしています。この営業マニュアルを使って、すでにデビューされた方の2ヶ月目のですね、デビュー2ヶ月目の平均売上が8万1000円です。かなり効果が高く出ていて驚いていますが、よかったらですね、ぜひ概要欄をご覧ください。それでは動画の続きへどうぞ。はい、で、次6番目ですね。これはタクシードライバーを日々やっていて思うことについてですね。これはね、タクシードライバーっていうとどんなことがあるのとか、どういうふうに思ったりすんのみたいなところの、まあ不安とかではないけど、まあ、疑問みたいなところですよね。現役のタクシードライバーさんとか、まあ、3年目5年目ぐらいである程度仕事慣れてきたよねっていう人あたり、中堅みたいなところなのかな。まあお客さんからなんか聞くと、何年目ですかって、5年目ですって言うと、もうベテランねって言われるけどまあそのもっと上には上がいるの
上の方からしたら私なんてペイペイっていうところで慣れてきた時に、まあ、タクシードライバーやってるどうだったとかっていうお話を、まあ、ここで Q&A20 みたいな、もうなんか超恥ずかしい動画なんですけど話してますので、ぜひですね、そんなに悪い仕事じゃないよっていうのは私いつも常々言ってるんですけど、そういうふうに本当に思ってて、うん、別に家族にそういう話もできる、タクシードライバーだよって言えるし、友達にも言えるし、まあ、合コンでは本当にモテないんですよね。この、面白がられるだけで全然モテないっていうのを、まあ、経験してきた中で話していることなので、ぜひですね、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。いつもの動画よりもより率直に答えてるのかなと思ってます。はい、最後7つ目ですね。まあ、こんな不安あるよねっていう、転職の方法ですね。で、転職の方法が古くないかなっていうふうに思ってたり、まあ、こんな転職、例えば看板とかね、会社の看板に書いてるやつを見て入ってくるとかっていうのは、ちょっと古いし、その会社がいい会社かどうかは思わかないので、なぜ入るのかなっていうのは思うよっていう話を、まあ、この社内の中でしてました。かつてですね。で、まあ、今はさらに進んでると思ってて、これ半年ぐらい前の動画なのかな。で、半年ぐらいまた経つと、まあ、いろいろ、まあ、進んでるなっていうのも、ありますし、この中で話していることで、例えばね、Google の頭の方に出てくる広告の会社とかってね、本当にお金すごいですからね、あれ。うん、お金かけてやってるってことは、まあそういうことですよね。足りてないし、やめてるってことなんですけど、まあそういうところも含め、まあ今に当てはまることもかなり多いと思ってます。で、私のまあ同僚とか、それこそまあ知り合い、顔見知り程度のタクシードライバーから聞いても、まあやっぱこの辺はそうだよねっていうのもあるし、特にその、同年代、前半ぐらいの人結構いるんですけど、まあそういう人からしたら、まあいけてないよねっていうやり方も結構話したりしてます。やっぱり今後のね、その今、目先の2、3年じゃなくて、今後の10年とか20年っていうのを、このタクシーの業界のイメージとか、業界のことを考えていくと、やっぱりダサい採用の仕方とか、なんか騙してとか、サムネイルっぽいバーンみたいなのっていうのは、あんまり、その中長期的に見たらためにならない。って私は思ってるんですよ。だから本質的にこの良さの仕事の良さとかを伝えていったり、悪さを改善していったりしていくことで、全然こう戦っていけるぐらいの仕事だと私は思ってるんですよ。まあ、それを横着して、そういうなんかダサい感じでバンってやっちゃうから、雑にこう採用かけちゃうから、まあ、そういう風な人しか集まってこないっていうのも私は思ったりしてますと。なので、まあこの辺ですね、この雑談形式ですけども、転職の方法ですね、方法論になります。まあ、見ていただけたらと思います。はい、本日はこちらで以上となります。過去の動画を使ってですね、もし悩んだら、まあ、これ見てほしいなっていうところで、よくある、まあ、その悩みって言えば悩みですけど、私も5年前に入った時にはもう本当にこの悩み全部持ってましたっていう、そう思ってて、で全然解決もされなかったです。半分も解決もしてなかったですね。本当に、うん、4割ぐらいなんかいけそうだなみたいな、でも怖いなみたいな。で、私は若かったからそれでもできたと思うんですよ。ただこれから入る方は私みたいな、まあ、タイプじゃなかったりもするし、ね、年齢とかもあるし、それぞれ背負ってるものが全然違うと思います。守りたいものも違うと思います。まあ、その時に4割ではなく3割ではなく7割ぐらいはね、せめて教会のことなんとなく納得して入ってほしいなって思うから、こうコツ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 やってきましたというところで、ぜひですね、このその動画も参考にしていただいて、まあ、見ながら、まあ、知識だけつけるのではなくですね、まあ、実際にこう足も動かしてみて、面接とかですね、タクシー業界のことをもっと知ってみるために実際に乗ってみるとかすごくいいと思いますし、うん、前向きに検討していただいて、進んでいただけたらなと思っております。無料で転職相談も LINE で受け付けてますので、ぜひですね、そちらも活用していただいて、より良い転職にしていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。タクシーチャンネルゲンタでした。バイバイ。